さあでは鉄道の状況いきましょうか。近鉄線なんですが、近鉄大阪線、大阪にあります下田と下田駅と五井道駅の間で沿線火災のため、大阪線の上下線で現在遅れが発生していますのでご注意ください。 JR 各線はダイヤ通り運行しています。トラック輸送が暮らしと経済を支えます。三重県トラック協会の提供でお送りします。日本道路交通情報センターお願いします。はい、おはようございます。お伝えします。高速道路の状況です。愛知県の東名阪道と伊勢湾岸道が渋滞しています。東名阪道は亀山方面に向かう下り線の八富インターで工事のため3キロの渋滞です。伊勢湾岸道は豊田方面に向かう上り線が東海インター出口で1キロ渋滞しています。なお、三重県内の高速道路、そして名阪国道に渋滞はありません。一般道路の状況です。四日市市の国道1号線は名古屋方面に向かう上り線が中央緑地口で2キロ、反対の下り線は泊町で2キロ半の渋滞です。国道23号線は名古屋方面に向かう上り線が松阪市大口町で1キロ半、反対の下り線は四日市市浜町を先頭に断続的に4キロの渋滞です。以上、中村がお伝えしました。中村さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、慌ただしい時間帯ですけれども安全運転お願いします。レディオキューブでは今、交通安全キャンペーン実施中です。次のトラフィックは7時47分頃お伝えします。僕はトラッコ、僕はトラッコ、エコドライブ頑張り。ドライバーの皆さん、エコドライブしてますか？優しく発進、スムーズに停車、アイドリングストップもお願いします。三重県トラック協会です。三重県トラック協会。レディオキューブトラフィック。トラック輸送が暮らしと経済を支えます。三重県トラック協会の提供でお送りしました。